では日澤隆人先生、今回ニューヨークに来た理由は何ですか。はい。えー、このニューヨークへ来るっていうのは、前々からではないですが、最近どうしても仕事が仕事とかそういう関係上、もっとグローバルな活動が必要だというようなことでやってまいりました。えー、隆人先生の画家としての目標は何になりますか。 画家として、まあ、今まで経過しました中ではあ画家としての目標という形ではね、えーまあ、日本では一応団体展とかそういうものに出してきちんとそれなりの形で進んでまいりましたがあ現在の画家としての そういうい目標は今現在のままではやはりいろんな不満とか不足が生じているので、えー、さらに進んでいきたいということで、えー、今の目標からはちょっとまた大きく活動範囲を広げたり作品の内容的にはほとんど変わらないと思いますがあの作品の発表の場所を広げて よりグローバルな活動をしていくっていうのが目標ですね。はい。こちらにある絵はどのような心境で描かれたのでしょうか。はい。えー、この三枚の絵はですね、金井が怪我をしたときが最初の鈴ス木スの絵。それから二枚目の。 葡萄の絵が、うん、またその経過してからさらに経過した桜の絵というようなことで、えー、なってましてススキの絵はね怪我して1か月その頃に、まあ、病院の中で、えー、看病しながら描いた絵ですね。うん、ですから。 あの時の怪我して病院に行った時の心境がかなりよく反映されていると思いますねで次はこのブドウの絵はあ怪我して何年か経過した後ですがお花が描かれたりまあ、鳥が入ったりして、えー、絵に動きとかいろんな華やかさも出てきまして 精神的にもだいぶ気持ちも楽になってでさらに何年か経過して今度は満開の桜の絵というような感じで自分の気持ちも相当もうつ、ん、らい気分からだいぶ明るい気持ちになったっていうそういう感じですね。桜の花の花下に子どらが駆けけ回ってますけれど まあ家の近くの小学校などで桜の花を取材してそれで子どもも入れてみたいと思ったんですがこの桜は日本でも2番目に二番目ではあれなんですか二番目に古いソメイヨシの桜の木ということで樹齢は古くしかも幹も相当大きいんですが。 庭の校庭の真ん中にありましてその周りを子どもたちがあ授業で体育の授業でね走ったり、えー、踊ったりするようなそういうところに生えてる桜で、まあ、とても,もう華やかだし子どもらもかわいいし自分の気持ちも晴れやかになってそんな感じでこの絵ができたっていう感じですね。